こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私は今、新潟港の佐渡汽船ターミナルに来ています。9時20分のカーフェリー時和丸に乗船します。1等と2等で値段が1000円違います。もちろん快適度も違うのですが、今回は一番安い2等座席を取りました。はい、了解です。こちらが乗船する時和丸です。比較的新しいので綺麗です。6階建ての大型フェリー、1、2階部分には車が積み込まれています。2等席で利用可能なのはこの椅子の座席と絨毯敷きの大部屋、いわゆる雑魚寝の部屋が使えます。毛布は1枚100円でレンタルできます。佐渡までのカーフェリーの運行時間は約2時間半。この日も結構日本海は荒れて船も揺れたので、横になって寝るのが正解だと思います。寝ていたら2時間半はあっという間で、佐渡に到着です。佐渡は日本国内では沖縄に次ぐ大きな島で、東京23区の約 1.5 倍ほどの面積があります。さて、私のこれからの移動ですが、新潟で知り合いになった人に佐渡の観光案内所の人を紹介してもらい、佐渡金山の町相川まで車で送ってもらえることに。人との出会いに感謝です。車で向かっている途中に野生のトキを発見しました。日本では一度絶滅したものの、中国から譲り受けた時での人工繁殖に成功し復活。野生のトキを日本で見られるのはここ佐渡だけなのです。途中ランチに伺ったのは民宿長浜荘さん。宿泊客以外でもランチを食べることができます。座敷の席からは日本海の壮大な景色を眺めることができます。波がなかなか荒々しいです。さすが冬の日本海。そして到着した海鮮丼はこちら。調子に乗って海鮮丼の特上を頼みましたが、ボリュームがすごい。佐渡で獲れた海鮮をいただきます。前日の新潟旅行ではヘギそば、タレカツ、バスセンターのカレーと海鮮を一切食べてこなかったので、それを取り戻すかのように口の中に詰め込みました。佐渡には路線バスも走っているのですが、行く場所によっては本数が少ないバスもありますので、やはりレンタカーなどで回るのがいいかと思われます。乗せてもらっといてあれですが、私もさすがに免許を再取得しようかなと思いました。さて、金山に行く前に北沢冬選考場にやってきました。ここはかつて東洋一と言われた鉱石の処理場で、1937年に建造されました。しかし佐渡鉱山の縮小とともにこちらも稼働がなくなり、20年足らずの1952年に閉鎖されました。廃墟化した巨大な建物は天空の城ラピュタのようだと今では観光地化されています。季節によって夜にはライトアップがあったり、コスプレの撮影会でも使われたこともあるそうです。選考場の建物の中はさすがに立ち入り禁止になっています。タンタンタラタン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 タラタン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 タタタンタンタンタラララタタタタン。お茶屋さんで冷えた体をコーヒーで温めます。金箔コーヒーと草団子、
金箔コーヒーはちょっとリッチな気分になれますが、味は正直わかりません。相川の街中を20分間隔で循環している無料シャトルバス、くるまる号に乗って金山を目指します。北沢浮遊場からは5分ほどで到着しました。金山の見学ルートは一般的には2つで、江戸初期の手彫りの坑道跡に入れる操舵有効コースと、明治期に使用された坑道トロッコ機械類をそのままの姿で保存している土有効コース、どちらがいいかわからなかったので、とりあえず共通券を買いました。まずは土有効コースから。佐渡鉱山の主要運搬坑道として活躍した土有効へご案内し、佐渡鉱山が日本近代化に果たした役割をご紹介いたします。平成元年までここで実際に採掘が行われていたというのだから興味深いですよね。どうやら見学客は私以外にはいなそうです。佐渡鉱山は明治2年主要鉱山として兵庫県の生野鉱山に次ぐ早さで開閉化され、坑道内はひんやりとしていて、たまに水滴が滴り落ちてきます。年間通して10度ほどと涼しいので、お酒の貯蔵にも使われているそう。金山貯蔵のネーミングかっこいいですね。警笛を鳴らせの標識、当時のままなのでしょう。下を見るとレールが敷かれています。採掘した鉱石をトロッコで運搬していたのですね。約400メートル続いていた道有港の出口が見えてまいりました。ここからは佐渡金山のシンボル、道有の割とも見えます。道有港を出た先の機械工場内にはバッテリー機関車なども展示されていました。見学コースの道順にもレールが敷かれているので、スタンドバイミー気分を味わえます。続いては操舵有効コース。こちらは佐渡金山絵巻に描かれた発掘作業を再現しているそう。ここにはアンドロイドがたくさんいるよという事前情報を得ていました。なんともよくできていますね。早く外に出て酒を飲みて、馴染みの女にも会いてえな。こちらは喋るアンドロイドだ。さて、個人的にもめちゃめちゃ楽しんだところで、操舵有効コースも出口に着きました。説明が非常に分かりやすく、佐渡金山の歴史も知れてよかったです。帰り道、両津港に向かうバスの中で雨が降ってきました。港の方に戻ってきました。宿も多いエリアなので、今晩の宿もここら辺に取りました。雨で冷えた体を温かいお茶で温めます。ついでに買って食べていなかった笹団子も食べます。温泉付きの旅館なので、温泉に入る前に血糖値を上げておきます。雨が降っていたけど、露天風呂、若返りの湯も満喫し、夜の街を徘徊します。いい感じの食堂があったので、晩ご飯はここで食べることにしましょう。超シンプルなラーメン。懐かしい味がしました。
朝起きてみると窓の外には海が。泊まった旅館がこんな絶景なロケーションだとは昨日は気づきませんでした。朝食付きのプランで泊まったので朝食を食べに行きます。雰囲気のいい朝食会場。朝から豪華な和食をいただきます。お米もあります。佐渡産の炊きたてのコシヒカリ。大前提としてお米が美味しいので箸が止まりません。本当に美味しかったです。そして帰ろうと思ったら雨が降っていて、うわーと思ったのですが、宿の人が両津港まで送ってくれることに。佐渡の人は親切な人が本当に多いです。お土産ロードの誘惑を抜け、帰りはジェットホイールで帰ることにします。料金は6900円とカーフェリーよりも割高になりますが、約1時間で新潟港に到着します。あれがジェットホイール翼です。2階建てになっています。定刻通り船は動き出しました。ジェットホイールは基本的に運航中は着席シートベルト着用なので、じーっとしています。約1時間くらいなので、動けないのも横になれないのも全然苦じゃありません。最高時速は約80キロ。あのボーイング社が開発したもので、海の飛行機と呼ばれています。あっという間に新潟港に到着。佐渡は大きな島なので1日じゃ見足りない気もしますが、楽しみは次回にとっておくことにしましょう。次はたらい船にも乗りたいな。今回も動画見てくださってありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。